どうもおはようございます。中田敦史です。それでは2本目の動画を撮りたいと思います。2本目は明日のロト6について話をしたいと思います。今回のロト6は、ガチで1等を狙いに行きます。今までだったら高額当選できたらいいなとか、そういう感じだったんですけど、今回は1等を狙えるチャンスが来たなって思ってて、前回の当選数字で来てほしい数字が来てくれたから、だからこれはいけるんちゃうかって正直思ってます。まあ、ロト6もそんなに甘くはないねんけど、でも今までよりはなんか来そうな気がするんよな。だから一口増やして二口で勝負します。また昼から1時間ぐらいかけて昨日予想した数字を徹底的に確認すんねんけど、昨日予想した数字を少し変更するかもしれないけど、まあそりゃ一等狙いやもんな。まあとりあえず一等を獲得するために昼徹底的に数字を確認したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。